で、今からね、この EX エピソード2、小さな女、ナタリアだね。ナタリア編をやっていこうと思います。まあ、続けてやっていくかね。動画としては分けてるかもしれませんが、まあ、行きましょうか。ナタリア編は基本終始ステルス。得意です。やっていこう。得意です。スキルポイントはね、あれ、最後にね、コスチュームとか買おうと思うんで、使わずに。まあ、ステルスだからいらんよね。アクション苦手でもストーリーや謎解きを楽しみたい人向け。まあ、これでいっか。うん。とりあえず、ストーリー見たいしね。サバイバルで敵がめっちゃ増えてたら困るし。行くか。得意という名の得意じゃない。ナタリア編では、敵はナタリアの足音には反応しない。マジか!走り回れるって。ほら、ナタリア、ナタリア。悲しみのナタリア。かわいい。カムイいらっしゃい。お!友達の、なんだっけ、熊五郎だっけ。お!いやー、ナタリア。え?僕はヨッティ。え?よろしくどうぞ。え、無理。そういうの無理。ロッティか。友達?そういうの無理です。あ、蒸発した。溶けた。ドン引き。え、ちょっと。ロッティ。あ。ロッティ?ここで目覚めたの。どこにいたの?どうかしたの?お、お、お、お!ねえ、ナタリア。何これ?二人いる?あれ?あなたは…ラムいらっしゃい。私?クロイドです。そう、私はあなたよ。ねえ。そんなに慌ててどうしたの?表情うぜえ。なんか表情うぜえ。何このナタリア。俺の知ってるナタリアと違う。表情が鬱陶しい。ラティが見つからないの。将軍 Z いらっしゃい。友達なの。表情ムカつかないちょっと。心配いらないわ。ちょうどロッティからの手紙を預かってきたとこよ。あいつ手紙書けんの?やった、くれた。すげえ煽ってくるんだけど、この黒いナタリア。今来たさん、いらっしゃい。ねっとりだね、ねっとり。トゥーナタリア。ほう。ほら、リトルミス。小さい女。小さい少女だね。みんないらっしゃい。ショウヤいらっしゃい。おー!ナタリアへ。写真付き?突然だけど、はい。僕は旅に出ることになったんだ。行ってらっしゃい。でも本当は離れたくない。寂しいよ。下手くそゲーマーいらっしゃい。僕を連れ戻して。ロッティを探して連れ戻さなきゃ。いや、いいっしょ、別に。そうね。私も手伝うわ。一緒に?一緒に行きましょう。一緒に来てくれる?ロッティはきっとどこかで待ってるわ。あ、ナタ!待って。二人のナタリア。白服ナタリアは敵に見つかるとミッション失敗になります。また、ナタリアセンスを使うことができません。え?白服ナタリアをナタリアセンス使えないの?黒服ナタリアは敵に見つからずに行動することができます。また、ナタリアセンスにより敵を感知することができます。白服ナタリアがロッティから手紙を入手すると、次のステージに進むことができます。へぇー。なんか斬新な。じゃあ、ずっとあれじゃない?ずっと黒服でいれば。あ、でも、あれか?操作はできないのか?切り替えれないな。なんか幻想的な。だってナタリアセンス使えないんでしょ?何もできないじゃん。どうしよう。もし見つかったらおしまいよ。はい。わかった。見つからないように頑張る。でもこいつ後ろ向いてるからいいでしょ、別に。あ、足音に反応しないらしいから、普通に走っていこう。待って、これもなんかアイテムあるよ。違う?光の感じか。山川をいらっしゃい。気をつけて。はい。この先にもいるわよ。お前が先行け。どこに?どうしてわかるの?どうしてわかるの?あ!私にはわかるの。見てきてあげようか。待って、ナタリア同士の協力。黒くナタリアで敵を指差しをすると、白くナタリアに敵の位置を一体だけ伝えることができます。黒服ナタリアは扉やキーアイテムなどに触れることができません。黒服ナタリアをうまく使って、白服ナタリアをゴールに導いてください。やっぱあれか。
黒服ナタリアはあれじゃない、本編で言うところのあの人なんじゃないの。そんな、危ないよ。危ないよ。平気。あいつら私には手を出せないわ。そうだよ、見つかんねえから私、ほら。ほら、よう、元気やってるか。指を刺す。これでよー。一体だけ場所を使えるんでしょ。伝えたところでな。どいつのやつ聞いとく。こいつのやつ聞いとくか。えい。はい。これで切り替えればいい。なるほど。マーキングされるわけだね。まあ、近場のやつは見るとして、自分で。あれだね。遠くのやつをやっとけばね。いいよねっていう。ちょっと邪魔だ、邪魔じゃねえ、お前。どけよ。わあ、見つかった？大丈夫、走って逃げれば大丈夫だよ。泣いちゃった。泣いちゃった。残念だわ。残念だわ。まあ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 、見つかったらこうなるよっていうのを見せたかったねっていう。なるへそ。でも、合ってるよね。原理としては合ってるよね。あ、またこっから。まあ、おうおう。なるほど。全部最初から見せられるんだな。知ってるって。分かった。さっき聞いたもん。見つからないように頑張る。さっき聞いたもの。気をつけて。この先にもいるわよ。聞いたもん。どっけろ。どこに？どうしてわかる？ダッシュダッシュ。私にはわかるの。見てきてあげようか。とりあえずこの2体だけだよね。この先にはいないからじゃ。とりあえずこいつだけ。私には手を出せないわ。こいつ刺して、手前のやつはどうにか切り抜けて。ちょっと見るか、見るか。どんな動きするか。あいつどこ見てんだ？あいつ動かないのか、あいつ。なんかずっとあそこにいるよね。あいつ動かないのか。じゃあ、あいつさえ分かってればいいか。あいつノーマークでいいのか、じゃあ。じゃあ、あいつが後ろを向いた瞬間に行けばいいんじゃね？ねえ、足音気づかれんし。余裕でした。振り向くな、振り向くなよ。あ、こんなとこで死んだのか、俺。こんな簡単なとこで俺は死んだのか。でまず黒服ナタリアで先進んでって、こいつはまあ見えてるからいいとして、ん？どこ行けばいいんだ。こっちか。そんな遠くまで行く必要あるか。まあ普通に行けばいいか。あれ見えてるしな。このままダッシュで行けばいいんじゃないの。振り向いてない主権に。よし、行けた。別あれだね。お、私なの？何時は我。そうよ。どういうこと？わかんない。俺もわかんない。いいのよ。あなたはロッティのことを考えて。たった一人の友達なんでしょ？こいつ見る必要ある？遠くのやつを指さしたいね。近場のやつは見れるんで。なんか使わなくてもいい気がしてきたな、別に。クロナタリアをわざわざ使う必要ない気がしてきた。そんな必要でもなくねっていう。チラ見されてもアウト。あいつがだって後ろ向いた瞬間に行けばいいんだもんね。うん。まあまだここは大丈夫か。序盤だしね。こっから先じゃないかな。ねえ、黒服ナタリアは煽ってきますね。表情とか、ねっとりボイスで。いい子ね、ナタリア、みたいな。離れないで。はい。ところにいなさい。はい、分かった。偉そうに。まあ、ちょっととりあえず黒くなったり屋であれだね、偵察してが基本だね。まあ、多分一本道だろうから、こいつずっとこっち見てんのか。こいつずっとこっち見てて、こいつずっとこっち見てるんだったら別によくね。しゃがんで歩けば、うん、そんなにあれな気がする。不便な場面もある。なるほどね。なるほど。使いこなせるときは使いこなせよ、みたいな。そんな感じかな。とりあえず、あいつずっとこっち見てるから、しゃがんでいけばいいだけだよね。ここは多分。壁越しに。黒猫いらっしゃい。ねえ、これ声優さん同じだよね。結城葵さんっていう方がね、やってます。一人二役。ねえ、目の届くところにいなさーい、みたいな。スルルルって。いや、じゃあの、ずっとそっち見とれよ、お前。松木いらっしゃい。こんばんは、みんな。いらっしゃい。ゆっくりしてってね。呼べてなかった。ごめんね。マンシンをいらっしゃい。
いなこうたに。この島で何があったか覚えてる？危ないことがあったことしか思い出せない。 SAO の勇気だね。そうだよ、かえいらっしゃい。 SAO の勇気とか、あと逆転裁判のね、迷いちゃんもやってますね。可愛いですね、迷いちゃん。好き、逆転裁判アニメ見なきゃ。とりあえずあれか、とりあえずここに一匹いますよと。なんかあるな、光ってるけど関係ないか。とりあえずこいつ一匹いて、そんだけ？そんだけっぽいな。普通にいけるな、じゃあ。まあ、一応指さしとくか。使えるし。指さすと、いい場所がわかりやすくなると。ひたすらあれだからね。暗いからね。こん中入れるんじゃね？入る意味あるかどうかわからんが。こっち入ったらあれじゃない？あ、意味ないんだ。なんか、すごい安全な道が行け、でも見てる。みんなこっちを！しゃがむな！なんか登れるな。登る意味ないか。初見ですいらっしゃい。いいなと思ったらチャンネル登録。え、ここ見つかんの？ええ、だ、見つかんだ、ここ。残念ですわ。俺が残念だわ、そんな。あ、ここ見つかるん。見つかったで。はえー。はえー。俺あれだな、インフルエンザの予防接種とか一回も受けたことないな。あの、学校の時だけ、みたいな。じゃ、これはどうすればいいんだろう。これ邪魔だな。消えてくんねえかな、どっかに。これなんか操作する必要ないよね。ひたすらステルスアクションですよね。こいつ邪魔だな、ほんとに。どこで振り向くかな、こいつ。振り向いたら困るんだけど。どうにか、どうにか右に行くまでに振り向くなよ。絶対振り向くな。ちょ、待って、怖い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 。チュンチュンチュンパーンなるほど、行かせてくんないのか。え、どうしようどうしよう。どのタイミングで行けばいいんだ？こうじゃ、振り向いたやつ。もう、茂みにうまく使って。でも、あいつだけしかいないから、やっぱあれか。こっちに戻ってくるまで待つべきか。ねえ。こっちに戻ってきて、後ろ向いた瞬間に走っていくみたいな。あ、でもあれか、こっち行けない。ちょっと待って、上の、ポタどうなるんだ？ルートがわかんない。あいつ振り向くなや。やっぱ下から行かなきゃいけない。どうしよう。どっかで切り抜けれるか。インフルエンザでも2、3歳の時からやってる。学校でなんかやったよね、なんか。タコ注射みたいな。どうしよう。こことかでやり過ごせるかな。やり過ごせたらいいけどね、ここで。ここで小さくなっていけば。おめえ、堂々としてんな、すげえ。隠れる気ゼロだもんな。仁王立ちですよ、もう。ナタリアさん、仁王立ち。あれはインフルエンザじゃなかったっけ？あれはまた別のやつ。すげえ、仁王立ちだよ。ここバレない？あ、でもここバレないんだったら楽だな。楽っすね、じゃあ。できまーす。なるほど。これでよかったのか。簡単だな、全然。超簡単だったわ。何も迷う必要なかった。で、なんかあの周りがね、暗くてね、見えない、これ。なんか幻想的な感じだよね。ちょっと思ったんだけど、サイレンって知ってますか？サイレンのさ、なんか、死人が見てる世界みたいな感じ。あれはお手紙。お手紙。あ、あれか。ロッティの書き置きを、あそこまで行きましょう。でかくね、これ。ロッティの手紙でかくね。ロッティ、どこにいるの？でけえな、ロッティ。ああ、これでクリアなのか。まあ、サクサクと行きましょうか。クソでけえ。あの企画の手紙どこに売ってんだよっていう。画用紙に書いてんのかな。お、ナタリア、見切れてるよ。僕は今村に通じる地下の道を歩いてる。はい。この島は素敵なところだね。楽しんでるな、こいつ。とっても心が落ち着いて幸せな気分だよ。そうよ、ここはとっても心が落ち着く。私の大好きな場所なの。ゾンビだらけだけど。私は嫌い、危ないものばかりだもん。全然落ち着かないよ。
本当だよ、臭そうだし。ここで誰かと会ったような気がするの。無理に思い出さなくていいわよ。いいよ、先に進みましょう。ねっとりだな。多分こっちだよね。ってことはあれじゃない、もうささっと行った方がいいんじゃね。多分こっちだからね。え、観光してるよね。でも僕は行きたくないんだ、無理やり連れて行かれてるんだみたいなほざいてたけど、そんなことなくね、バリバリ満喫しとるやんけーっていう。こっちじゃないのか、行く道。こっちじゃないのかな。なんか敵いねえな。いないってことは違うってこと。あ、いる。って指差しとか一応。遠すぎー。あそこ入れんのかな。あ、でもあっち、隙間があるから普通に入ればいいんじゃね。そういうことじゃないのかな。こいつずっとこっち見てる系のやつかな。だったら、こっち？自撮りがやたら下手い。あ、いけないか。逆の道だったかな。あ、瓶があるよ。あ、いいものを見つけたわね。はいはい。何に使うの？何に使うのこれ。それを投げると煙が出るの。知ってる。怪物から隠れられるわ。これやったら見えないのか、全く。へい。これで見れない？よし。オッケーオッケーオッケー。これでいいのか。オッケー。親切だね。ちゃんと使うべきアイテムが。ロッティと来たことがある。ほいほい。そう、早くロッティに会えるといいわね。一言かよ。ロッティ、ばあちゃーん！ロッティかと思ったら、ゾンビだった。ロッティ。とりあえずロッティの手紙を探せばいいわけだから。あ、煙幕瓶だ。なるほど、煙幕瓶を探しつつ、あれ、こっちに行かなきゃダメか、じゃあ。こっちは？ロッティー。ロッティー。あ、煙幕瓶だ。煙幕瓶いっぱいあるな。こっちは？行けないか。ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃん。ばあちゃんではないよ、あれは。行けないもんね。あれか。とりあえず投げて先、ま、あ、だだ。まず予習してこよう。どこに行けばいいんだろう。煙幕瓶投げて、こっち行けばいいだけか。じゃあ簡単だな。ナタリア、オッケー。触れないんだっけ、扉には。じゃあ簡単っすね。普通に投げていけばいいだけじゃね。えい。オッケー。行きましょう。ここも必須だね。必須で使わなきゃダメだね。オッケー。よし。ん？やべ。そう、そうか。致命の一撃取れないんだもんな、ナタリア。こいつには使わずに。ダメだ。なるべく、煙幕瓶。あー、見つかった。ダメなんだ、ここ。ここダメなんだ。あ、よかったらね。あんま放送と関係ないコメントする方は、ちょっと、ユーザーブロックするので、そこだけちょっと、注意しといてくださいね。突然コメントが書けなくなったら、それはユーザーブロックされたということなので。ご了承ください。今度から注意なしに一発番も。まだここか。またここか。カイムいらっしゃい。またここか。あーす、あそこ見れるんだ。クソ、まあ、とりあえずあれだな、煙幕瓶2つ手に入れていこうか。速攻でやるべきことはもう分かってるから。黒猫にライガーいらっしゃい。 OK。 煙幕瓶を投げてポン。よし。あそこも使うべきかな。煙幕瓶余らせてもあんま意味ないからな。使っちゃっていいのかな。でもあいつこっちに向かってたから使っちゃっても多分詰むことはないと思うけど。左に、あいつ左に向かうよね。どういうルートなんだろう。一周するのかな、あいつ。一周回るんだったら後ろからついていけばいけるが、あ、今木田さんいらっしゃい。ゆっくりしてってね。いいなと思ったら、チャンネル登録してってね。一周回る感じか。じゃ余裕だな。よし。煙幕瓶なるべく温存していこう。わからんから。初見ですいらっしゃい。今、ニコ生と YouTube 同時配信してますんで、ニコ生で画質悪いなと思ったら YouTube 来てね。お願いします。私の大事なお友達。あら、そう。じゃあ頑張って進まないとね。
大事なロッティのいる場所まで。煽るな。大事なロッティのいる場所まで。なんでそんなねっとりなの？降りれるのかこれ。でも降りたくないな。こっちかな。ああ思ったのか。泣いちゃった。ちょっと黒ナタリアで行くべきだな。大丈夫だよね。セーブされたもんね、チェックポイント。だから俺は大胆に行動した。よ。ロッティを見つけなきゃ。私の大事なお友達。扉開けてから。あらそう。じゃあ頑張って進まないとね。大事なロッティのいる場所まで。こっち。まあ煙幕瓶だね。それとも、下に降りて、下に降りて後ろから行く感じでもいいのかな？降りれそうな感じあったから。でも降りたら降りたで敵いっぱいいるな。降りる必要はないか。ん？どっちが進む道なんだろう？だいぶ先に来たけど。こっちなのかな？行く道は。ん？とりあえずここにいるんだもんね。エマグで進む必要ないか。降りるか。降りれるもんね。あ、そこ見つかった。じゃあエマグで行ってみよう。エマグで行こう。かあ。エマグで行ってみよう。天海亮いらっしゃい。エマグで行くか。あ、ツイッターやってますよ。よかったらツイッターフォローしてね。お願いします。煙幕で行ってみようか。あっちに扉あったもんね、すぐ近くに。こっち行ったら、そこクリアみたいな感じ？あ、簡単じゃないか。あ、煙幕瓶持ってたら進めるけど、煙幕瓶使っちゃってたら進めないみたいな感じかな。煙幕瓶あったら一撃で行けたな。楽できました。幼女の投擲。ねえ。煙幕瓶じゃあれだな、やっぱ、良きとこで使えば、ショートカットできるね、だいぶ。敵は2体かな。近場の敵はどうにかするとして、待って、こっち行けるか？あれ、出れなくね？あ、出れるか。出れた。煙幕瓶とかねえかな。煙幕瓶の場所、ないか。煙幕瓶は欲しいぞ。え、ミラモナコ。いらっしゃい。とりあえず、こいつ指さしとくか。指さしといて、まあ、こいつ超えれば、あ、いるな。こいつあれか？ん？待って、あいつ動いてるでしょ？こいつは、固定でずっと見てくるやつ？え、じゃあどうすればいいんだ？こっち通っちゃダメか。ここ通ったら多分バレるよね。だから、こっちか。こっちから、どこに行けばいいんだろう。だね、こっちから行かなきゃダメだよね。こっち、ダメだな。ここから、ここ見れないかな。こう通って、あそこ通るのか。よし、了解です。行こう。とりあえず、こいつに見つからないことをまず最優先だな。こいつ、どのタイミングで行けばいいんだ？まあ余裕だな、すげえ。OK。こいつが後ろ向いた瞬間に、ダッシュで。よし。OK。行って、ミノいらっしゃい。みんないらっしゃい。ゆっくりしてってね。ライダーいらっしゃい。こいつやべ、こいつやべ。今どこ見てんの、お前。ああ、こっちは進めないのか。こっち進めないのか。くそ、乗り越えろよ。こいつも固定か？こいつ動くよね。あれ？こいつ固定で入れられたら困るな。もう煙幕瓶ないんだけど。ん？え？こいつどうしよう。どの範囲なんだ？あっち行ったらバレるかな？待ってね、バレたらごめんね。こっち見られてる？こっち見られる？大丈夫？あ、見られてないのか。いいのか。よし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 。オッケー。もうこのルート行っちゃえば、勝ち確でしょ。ね。
あいつ動かなくなってたな。最初動いてた気がするが。ハマってたのかな、ハマってたのかな。あ、ちょっと待ってね。申し訳ない。暴言書く方はちょっと、ユーザーブロックで。このかな、申し訳ない。よし。行きますか。よければね、そういう方いても、スルーしてくれたら、こちらの方で対処しますんで、ありがとうございます。ナイススルー。んで、OK。これでチェックポイントいったか。いいアングルだ。んで、あ、おる。超おる。こいつはまあいいとして、まずルート把握したいよね。できれば、煙幕瓶もいただきたい。ないな。初見ですよ。ゆっくりしててね。いいなと思ったらチャンネル登録してってください。毎日ね、9時半ぐらいからやってますんで。こっちか。なるほど。こいつとりあえずマークして。もう行けばいいんじゃね？よし。行けたな、普通に。よし。百花繚乱いらっしゃい。みんないらっしゃい。小西もね、いらっしゃいです。読めてない方ごめんね。やむちゃっかいらっしゃい。待って、変わろう。ちょっと、ナタリア、邪魔だよ、そこ。ナタリア、そこすげえ邪魔。なんで手間のかかる。待って。あー、これピンじゃないのか。ピンあった、嘘。ピンあった、見あった、これは乗るやつか。え、どこに見あった。ミクトランシーらしゃい。やべやべやべ。どこあった。まあ、とりあえず行くか。まあ、なくても、行けるっしょ。煙幕瓶あった、嘘マジで。ドラム缶のとこに、嘘マジで。ちゃーマジか。ののいらっしゃい。これでおしまい。小林いらっしゃい。煙幕瓶。ドラム缶の上？横？上かな？あ、こっからか。待って、見つかるの早すぎない？あ、初手見てるんだな。ああ。結構な距離から見つかったね。残念だわ。この話では煙幕瓶は必要不可欠。マジか。ありがとう。じゃあ、取っとこう、取っとこう。待って、ドラム缶のとこだよね。ドラム缶の上かな？ん？待って、さっきの丸なんだ？あ、登れんだ。あ、登れんだ、これ、ナタリア。どっかの上に、ないか。あ、初見です、いらっしゃい。千尋かな？いらっしゃい。いいなと思ったら、チャンネル登録してってね。これか？煙幕瓶も、煙幕瓶使えば価値格だからね。あ、これか、ありがとう、ありがとう。持てないと。OK でーす。やべやべ、間に合うか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 、くそ。くそ。あと1秒待ってくれれば、間に合ったのに。なんだよ。ダメだわ。泣かせちゃったわ。まあいいでしょう。こいつは一周回ってるだけなんで、後ろからついていこう。なるほどね。こいつの後ろずっとついていけばいい。で、去り際に煙幕瓶だけ取って、さよならですよ。よし。早く歩け。あと1秒待ってくれたらいけたんですよ。怖いな。でも、ちょっと振り向いたら怖いから。よしよし。うまい。オッケーオッケー。たまになんか引っかかるような動きをするから困るよな。オッケー、よし、これでいけるな。そう、攻撃できないからね。本編のナタリアはあれだよ、レンガ投げたりとかいろいろ攻撃手段はあったんだけど、この DLC ではね、忍ぶことしかできない。黒ナタリアは物に座れないし。待ってよ、ちょっとナタリア、そこ邪魔。オッケー。でも今後ろ向いてるから。間違えた間違えた。後ろ向いてる間にこいつも一周回るんだったら、よし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 、こい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 、セーブ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 されろ。
セーブされない？セーブされてくれればいいのに。こう出たらセーブされる？待って、でも煙幕瓶とかあるかな。待って、どこ上行ったら煙幕瓶があれば、まあ無理して取る必要もないのかもしれないけど、上が目的地かな。上ずっと見てるな。こっち出れるよ。出ちゃっていいのか。一応戻れるのか。今セーブされたよね。でも行く必要ないか。こっちでセーブされるってことは、こっちでいいんだよね。今日でね、一応リベレーション2はね、おしまいの予定です。よ。アイス館いらっしゃい。アイスさんかな。あ、煙幕瓶があるんじゃね、あれ。おったんか、ごめん。おったんか、自分。残念です。残念です。今、クロナタリアで行かないといけないな。とりあえずセーブされてるから、OK。ダメだね。セーブされてると思うとなんか、ん？あれ？ナタリア？ OK、OK。こいつがさっき見つかったと。で、ここに煙幕瓶あるから、これを取るのを忘れないように。ん？あれ？あ、あっちが進む道か。なるほど。これで。おわー、見てたのか、こっち。ダメだ。ごめん。泣かせまくってる。見てたのか、お前。そこで振り向くのか。山ちゃんいらっしゃい。すまない。ガバガバすぎてすまない。でもあれだ、一人しかいないから、ナタリアで指さしとくか。そう、どんどん、ゴリ押ししようとしちゃうから。OK。見とくか、動きを。逆に時間かかるね。ゴリ押ししようとしたら。マーキングしても多分向きはわかんないけど、まあ動いてる方向がわかるから、あれじゃない？そこで振り向くのか。オッケー。どっからどこまでを行き来してるか見ようか。だから、煙幕瓶欲しいんで、あいつがあっち行った瞬間に、煙幕瓶取ってどっから隠れれるかな。ここ見つからないかな。ここ見つかるよね、ここにいたら。ちゅうことは、あれだな。取って速攻戻んなきゃいけないんだな。オッケー。取って速攻戻る。よし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 。そこで戻って、あいつがあっち行った瞬間に行こう。そういうことでいいね。煙幕瓶2個持ってるから。これは心強い。OK。あいつが左に行った瞬間に。行くよ。こっち見んなよ。バレるなよ。なんかの手違いでバレるんじゃないぞ。よし。行こう。行くぞよ。振り向くなよ。よし。2個煙幕瓶を保有したまま先に進みます。これは心強いぞ。工藤新一いらっしゃい。どうして飛びに出たのかしら。もしかしたらあなたのことが嫌いになっちゃったのかもしれないわ。今俺それ言おうと思ったのに。そんなことあるわけないよ。ロッティは私の友達だもん。ロッティ。どうしてそんな意地悪を言うの。こいつだけ。待って。ここもあれか。大回りすれば、火炎瓶じゃない。煙幕瓶使わずいけるか。こっちだよね。とか煙幕瓶。だから、あいつに注意さえすればいいか。もう使っちゃってもいいけどね。ここ使っちゃって、強行突破して、で、左から回り込んで、そうしようか。その方が時間かけずにいけるかもしれない。2個持ってるし、2個持ってる場合は強気でいこう。2個持ってる場合は、強気に使っていって、避けれるときは避けてみたいな。そうしよっか。えい！よし。じゃあの、OK。これでいこう。これでいけると思います。で、所持数が1個、もしくは0個のときは慎重にいこう。よし。セーブされるかな？セーブされない。ランドマッツいらっしゃい。
みんないらっしゃい。ゆっくりしてってね。真っ暗。真っ暗だよ。大丈夫。きっとロッティが待ってるわ。本当かよ。ねえ、ナタリア。適当だな。どうしてそんなにロッティに会いたいの？チャキチャキいらっしゃい。だって、大事なものだから。あ、ニールおじさんからもらったの。ニールからもらったんだ。ただの人形なんでしょ。それがそんなに大事なの？ただの人形じゃない。ニラ裏切り者だよ。ずっと一緒にいたの。ずっと心の中にいてくれた。寝る方は休みね。仕事頑張りましょう。あ、手紙だ。よし。見つけた。でけ。ロッティからのお手紙。ふう。結構見つかりまくってんな。ビビ23,250。コスチューム2個買える。上々だね。1個。キャラクターボイスは結城葵さんです。最高だよな。最高だよな。ニール、ニール。ナタリア。おう、ピンボケ。僕は海の見える場所に来たよ。自撮り下手かよ。でもここに来るまで人がたくさん死んでた。見切れてるわ、ぼやけてるわ。怖いよ。一体何があったんだろう。はい。ナタリア、君なら知ってるんじゃないかな。なんで私が知ってるんじゃ。島の人たちの死体ね。みんな実験に使われたのよ。ネタバレだ。実験、なんとなく覚えてる。覚えてる。疲れたでしょ。もう諦めたら？うん、まだ頑張る。頑張るか。まあ、おごめん、おったんか。早い。ごめん。ダメだ、初手黒でいかないと。残念だ。そっか、開幕シグモが多すぎる。あやたかにちないらっしゃい。これバイオだよ。バイオのね、あれです。なんだっけ。DLC。500円だよ。もう諦めたら？あ、絵幕目がある。ちょっと待って。まだ頑張る。絵幕目欲しい。よし、山首2個あるからちょっと強気にいけるぞ。とりあえず1個残しと、ちょ、びっくりした、お前。ちょ、とりあえず。とりあえず指差しとこうか。こっちで山首使えば速攻クリアできるみたいな、そういうルートじゃないのか？違う？このルートで行けば敵に見つからずに。そんなことはないか。とりあえずクリアまでの道筋を覚えておきたいよね。こいつは動かずにずっと見てる感じのやつ？どこなんだ？こっちに行きたいのか？いやでも行き止まりだな。私はどこに行きたいんですか？こっちのこっちか？ん？なんかわからなくなってきた。でもこっち行き止まりだよな、結局。あれ？どこに行きたいの？眠方は寝てね。あれだよ。無理したらね。体調に良くないんで。上？ここでしょ？戻ってきたな、いつの間にか。で、ここでずっとこっちを見てるやつが一人いて、こいつはあれか？こっちを通ればバレないか。こっちを通ればあいつにはバレなくて、エマクビン使うまでもないかな。こっちのルート通って、で、こっち行ったら徘徊してるやつ。いや、ダメだな。ここ通れるのか。あ、ここ行けるのか。オッケー。ここでバレずに行けて。あ、あったあったあった。あったわ。なるほど、なるほど。じゃあ、こいつのマーキングさえしとけばいいね。オッケー。道筋が分かったんで行きましょう。なるほど。ちゃんとあれだね。なぞっていけば、見つからず行けるね。やつの行動をトレースしていけば。翔ちゃんいらっしゃい。こんばんは。みんないらっしゃい。ちょっと近すぎる気がするけど。あ、簡単だった。すげえ。なんて簡単な。煙幕瓶余りそうだな、この感じ。小梅さんがありがとう。危ないわ。何が？何が危ないの？何？何かいるの？ああ、見えない敵がいる。あなたには見えないのね。私の目にははっきりと見えるの。見えない敵いんのか。かあ、マジか。ちょっと待って。一応マーキングできるから、マーキングして突破する。ちょっと待ってよ。煙幕瓶でこっち通ったら、そこクリアとかない？結構ね、ショートカットのルートがあったりするからね。煙幕使っていけばこっちもショートカットいけるんじゃね？あいつ以外敵いなくね？
あいつ以外敵いないな。だったら、でも別に、あれだね、こっち通れば、山組使わずいけるか。いけるか、じゃあ普通に。普通にいけそうだな。やべやべ、怖い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 。近づいてる、近づいてる。オッケー。あ、主権さんいらっしゃい。チャンネル登録ありがとうございます。よければこれからも見に来てね。明日も夜9時半から、何するかな、何するかな。ちょっとまあそれは明日のお楽しみで。何、マジ何しようかな。まあ決めてないからね。待って。足跡が見える。こっちなのか。いや、行かれへんって。え？行かれへんよ。あれか？なんか、あるのか。足場がどっかにあるのか。待て待て、そういう感じか。足場になるやつがどっかに。ねえ。これはこいつか。足場になるやつどこだ？あれ？なんか行き過ぎた？四角い箱があればね、それに乗っていけるんだけど。あれ？どこにあったか？そいつの近くにあるとか。だから煙幕瓶使うのは不可避みたいな。こんな、あ、ある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 。あるじゃん。あったあった。煙幕瓶使った方がいいかな。でもあいつがあっち行った瞬間に行けるよね。行ける行ける。そんな難しくもなかった。よし。アンチャデッド。あ、そうだね。アンチャデッド3もやりたいね。やりたいゲームいっぱいあるんだよな。おいっと。これでいけばいいのか。今北さんいらっしゃい。ゆっくりしてってね。やべ。いるか？とりあえず、クロナタリアで先に進みたい。大丈夫か。もうここまで来たら大丈夫かな。ここ通れるのか。よしよしよし。もうなかったね。よし、見つからずに突破できると気持ちいい。しすぎじゃない？倒れるわよ。大丈夫。大丈夫。ロッティに会うまでは頑張れる。この先も怪物がいっぱいよ。待って、草の中に隠れたら。あ、マジか。やってみる。草の中隠れてるよ。これで隠れられてんの？これ。これ大丈夫なのかな？蹴られそうな位置にいるんだけど。敵に触れてね、これ。触れてる、触れてる、触れてる。触れてる、触れてる。出ちゃった、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 出ちゃった。触れられて出ちゃった。触れられて出ちゃった、出ちゃったけど、判定がガバガバすぎて、私はどうなってるの、今。見られてない状態なの、これ。どういうことなの？これはどういうことなの？私出てるけど、これ。行っちゃっていいの、これ。行っちゃいますよ、ちょっと。え、どういうことなの？今のどうなん？ちょっと。疑惑の判定なんだけど、すごい。すげえ出たんだけど。出てたよ、今の。明らかに。隠れてはなかったよ、今の。ガバガバっすね。あ、また、あれだぞ。運ぶやつがあるぞ。運んでどこに行きたいんだ、これは。これを持ってこっちか。これを持ってこっちに行って、なるほど。もう敵いないから、あ、敵いないからもう行けるな、じゃあ。今のどういうことなんだよ。よくわかんなかった、俺も。押し出しだ、押し出し。押し出しでアウトだよ。あれ、待って待って。こっち側か、わだったった。よし。寝る方おやすみ。こっちだね。よし。これを置いて進めばいいか。ういった。ガバガバだね、かなりね。まあ、俺的にはちょっとね、面白かったからいいんだけど、ガバガバでもね、笑い話にできればいいよね。いい方に働けばね、
許せる。悪い方に働いたらなんだよこれってなるけど。よし、霧島もいらっしゃい、みんないらっしゃい、伊沢もいらっしゃい、こんばんはです。でも進めばいいだけか、進めばいいだけだ。なんかあれだね、やっぱあれか、難易度カジュアルだからかな。多分難易度カジュアルじゃなかったらこことかにも敵いたんじゃないかな。敵の数も多分減ってるよね、おそらく。だからこんなサクサクなのかな。もうロッティのことは忘れたら、まあ、言うて死んでるけど、待て待て待て、私が友達になってあげる。いや、いいっすわ。いや、ロッティを探すの。いいっすわ。音声。これはくぐり抜けて中通って行ってまた箱とかいるんじゃないの。行くだけでよしか。またこいつ、ここあれかな、煙幕瓶使わなきゃダメかな、だけか、だけですか。じゃああいつが左に行った瞬間に右に行って、家の中通ってまっすぐ行ってだね。オッケー、音が、ああ、あ、登録者ありがとう。チャンネル登録ありがとうございます。登録するとね、通知が届くんで、よければ、通知が届いて、暇だったら見に来てやってください。最近は毎日放送してますんで。で、切り替えて、ここにいるよと。これって、こいつは多分あれだよね、見つかるとかじゃなくて、触れなければいいよね、多分。残念だ。あ、ダメなんだ。ダメなんだ。あ、そうなん？あ、そうなのか。こいつも見つかっちゃダメなのか。ごめん。違うんだダメなんだ、そうなのか、ごめん、ダメでした。ダメか。私が友達になじゃあもうあそこでうまく使おう。そんなの嫌ね、2個持ってる。あそこでうまく使っちゃおう。サクッと、また泣かせちゃった。2個持ってるよね、よし。じゃあそこで使っていこう。そうか、ダメなのか。あいつは見えないからさ、触れちゃダメだと思ってたわ、勝手に。えい、よし、煙があればね、見えるしね。じゃあの、よし、あ、そうか、通知設定をね、オンにしないとね、来ないんで、もし見逃したくない方は、疲れたでしょ、オンにしてね。休んでもいいのよ、まだ頑張れるよ。まだ戦える。ほんとあれだね、眠くなりそうな BGM だな、これ。ずっと。幻想的な。こいつはずっとこっち見てるおじさんかな。多分そうだな。こいつさえ、良ければいいか。多分こいつずっと見てるから、左から回り込んでいかなきゃいけない。よね。よし。さて、どうするか。あいつが右に行った瞬間、左に行く？あいつがどっち向いてんのかわかんねえな。止まってね。いません。待って、どんな動きしてるの今。奥に、奥に行ってるのか。じゃあ今あれか。中に入ればいいのか。どういうこと？で、右に回り込んだ瞬間に左から行くと。なるほど。なるほどです。わかりやすいね。煙幕瓶などあればいただきたいんですが、ないですね。よし。やめろ。オッケー。ふう。外が暗くなるわ。え？かわいそうだけど、ロッティのことは諦めた。煽るね。いや、パパとママみたいに会えなくなるのは嫌なの。デラグリジアパニックでみんながいなくなった時みたいに。そう。うん。一人ぼっちは嫌なの。心が空っぽになる。空っぽでいいじゃない。あなたは器なのよ。私を受け入れればいい。やっぱお前アレックスか。いや、あなたは違う。アレックスなの。ロッティじゃなきゃダメなの。ここまで意志が強いとは思わなかった。意志強いね。でもな、最終的にあれだからな。もう少し。弱者いらっしゃい。もう少し。もうちょっとクリアかな。ロッティ。ロッティの手紙、相変わらずでかい。おお。僕の旅は
もうおしまいだ。お前消えるんか。この先の海岸で君のことを待ってるよ。うまくなったね、写真撮るの。今行くよ。こてはね、アキトって名前ついてます。いらっしゃい、いらっしゃい。ロッティ、そうだね、ロッティは本編ではね、とてもロッティな形になってるもんね。あ、終わりか。あ、手つないで仲良し、仲良しじゃん。受け入れたってことなのかな。これが本編の最後。おおお、お、ロッティ、あ、ロッティ、ロッティ、ナタリア拭いてあげたい、ウェットティッシュで。ボロボロだよ。おっと、またれい。予想外だったよ、ムカつくガキめ。口悪いな。どうしたロッティ。死んだ。突然の死なんだけど。どうした。血圧でも上がったか。貧血？急に笑い出すから。死んだが。器が満たされるのはしばらく先のようね。あ、アレックスやっぱり。まだ時間はある。声が。覚悟しておきなさい。大人びた。ロッティ死んだで。これで本編に繋がる？あ、これでバリーと会うのか。ね、海岸ってそういうことだもんね。船。ほら、ポン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 と。今行くぞモイラっつって。今行くぞモイラ。ほら。頼む、無事でいてくれ。セリフ完璧だった。セリフ完璧だったでしょ。これで本編でバリーと会うのか。へえ。あ、さっくりと終わりましたね。ロッティどうしてなの？を達成しました。その称号は何なの？ビビ参戦。オッケー。私は何も怖くない。を達成しました。3000。やった。一応、S なんだね。リトライ回数がえぐいけど。リトライ回数がえぐいけど、一応 S なんだね。なんだこのガバガバ判定。やった。S だぜ。13回死んで S ってものもなかなか舐められてる気もしなくもないが、まあいいでしょう。はい、そんな感じでしたね。光作、闇作、いらっしゃい。初見さんはぜひチャンネル登録してってね。DLC コンテンツ、この作品もね、500円でね、DLC 買いましたんで。ちょ、500円にしてはちょっと、まあ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 、でもステルスゲーが好きな方は好きな感じかな。どっちかというと俺あれだね、モイラ編が好きだったね。モイラ編の、まあ、食料集めるの楽しかったけど、まあでもそんな、まあでもまあ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 楽しめましたね。500円分のね楽しみあったと思います。もし気になったらみんなも買ってみると良いです。ちょ、コスチューム買えるんでコスチューム買おうか。待って、さっきの貯めた BP バトルポイントでコスチューム買えるんで、どこだっけ、ボーナスか。ボーナスでレコードじゃなくてギャラリー、違うな、どこだどこだどこだ。ストーリーで買うんだっけ。ボーナスセッティング、違う、どこだっけ。ランキング、オプション、違う違う違う、レイドモードか、違う、どこだっけ。あ、あるじゃん、あったわ、ごめん、一番上にあったわ。モイラ編の方がストーリー分かりやすかったね。あれ、ナタリア編はちょっとあれだもんね。なんか、匂わす感じの。クレアクラシック、買おう。クレアスナイパー、買おう。バリクラシック、買おう。お、コスチュームコンプリート達成、BP。あ、もらえるんだ。やった。2万あるぞ。ボーナス武器、ボーガン、MP、シカゴ。タイプライター。しかもタイプライターって超強いやつじゃないですか。インビジブルモード。ストーリーモードを3時間以内でクリア。そんな無理だよ、俺には。コンセプトアートはいらんか。フィギュア。あー、フィギュア欲しいな。ナタリアのコスかわいい。ナタリアのコスって、あ、これフィギュアか。プロドレスナタリア。洋楽ポップいらっしゃい。みんないらっしゃい。フィギュアはいいとして。何これ、
5000ドルにコンバート。なにこれ、リアルマネーに交換できるってことですかこれ。え、なにこれ、55000、なにこれ、これあれか、レイドモードのポイント。これリアルマネーだったら俺頑張るんだけど、これなんなんだろう。あれ右見てみて、右見てみるって、あ、レイドモードで使えるやつか。ほんとだ、何度でも変換可能。今からちょっとレイドモードやってみようか、時間余ったし。やんだから、ほんとだ、説明書いてあったわ、ごめん、下しか見てなかった。ちょっと待ってよ、2万あるから、ちょっと待ってよ、クラシックコスチューム買ったし、ボーナス武器、これはゲーム中の武器改造から、これはメインエピソードだもんね、レイドモードに関係ないんで。ちょっと今からポイントを使ってレイドモード行こうか。55000、はい、 OK、 55000ゴールド OK、 全部使っちゃうか。うん、入手した得点の干渉コンプリート、シークレットファイル、あれだな、コスチューム変えたいな。んで、待ってよ、ボーナスセッティング、コスチューム増えたよ、クレアデフォルト、クレアスナイパー、おお、いいね、クレアスナイパーいいぞ。この髪型いいよね、クレアの。ポニテもいいが、ご中佐難民にミヤビーらじゃい、これいいな。お、クレアクラシックってあれじゃん、初期のやつか。なかなかに奇抜なというかね、短パンにスパッツっていう、なかなかフェチズムに訴えかけるような。こんなんだっけクレア。え、クレアって2の時こんな格好だったっけ。なんかもっと色合いがなんか赤みが強かった気もするけど、まあいいか。クラシックでバリー、おー、これか。あ、これは知ってる、ゼロのリメイクでこんな服着てたね。あ、夏服冬服みたいな。なるほど、バリーその服の色好きだな、赤好きなんだねバリーね。ほら夏服冬服ですよ。なるほど、じゃあ夏服でいくか、今夏だしね。なるほどなるほど。でナタリアはさっきの可愛い黒服だね。これがアレックスの精神だったと。ああ、せめぎ合いだったのか、初期のやつだったね、初期のやつ。クレイジーダイヤモンドいらっしゃい。じゃあこれを含まえた上でちょろっとレイドモードやって終わりましょうか。